ディアルオーダーヘアオンラインサロン、今日も始めていきたいと思います。今日からはストロボの使い方、応用編ですね。ストロボを使っての撮影の仕方について話をしていきたいと思います。ストロボ撮影ってすごく難しそうだなとか、なんか大変そうだなっていうイメージを持たれるかもしれないんですけれども、基本を覚えてしまえばとっても簡単な撮影の仕方ですので、ぜひ覚えてみてください。ではですね、ストロボ撮影を始める前にここでもう少しだけあのカメラの仕組みの話をしてみたいと思います。ストロボっていうのは光ってる時間がすごく短いんですね。一瞬パッて光るだけ。今見えている光っていうのは自然光とか定常光っていう言われ方をするんですけども、ストロボの光っていうのは一瞬しか光ってないんですね。もうパンって、もう何万分の1秒とか、そういう短い時間しか光ってないので、シャッターが開いている時にフラッシュが光ればそれで写真は写ってしまうんですね。どういうことかっていうと、シャッターっていうのは最初閉じてます。 CCD の前にシャッターが被っていて、CCD が隠れてる状態なんですね。でシャッターを切るとシャッターが開きます。開きますね。開くと CCD のセンサーがむき出しになって、このタイミングでフラッシュが光れば CCD に光が当たって写真が写るんですね。その後に2枚目のシャッターが閉じます。そして元の位置に戻ります。シャッターっていうのはパシャッパシャッパシャッっていう風に撮ってるイメージが あるかと思うんですけど、実は2枚、先膜後膜っていうのがあって、全開にして閉じる、そして戻る、全開にして閉じる戻る、全開にして閉じる戻るっていう動作を繰り返しています。ですのでシャッタースピードに関係なく、シャッターの膜が全開になったタイミングでフラッシュが光ればそれで写真は写ってしまうんですね。シャッタースピードが何百分の1秒とか何千分の1秒でもいいやっていうわけではなくて、シャッターっていうのはあんまり速いシャッタースピードになってくると、これを動作するためのバネの力が限界になってきてしまうので、ある程度速いシャッタースピードになってくると先膜が開いて全開になりきる前に後ろの膜が閉じてきて、ここの間をスリット状にして仮想でシャッタースピードを上げているっていう仕組みなんですね。なのであんまり速いシャッタースピードに設定してしまうと、シャッターが全開でいるタイミングがなくて、ここのスリット状になっているところにしか光が当たらないっていう現象が起きてしまうんですね。なので何百分の1秒までだったら全開でいられるかっていうのがカメラの機種ごとに違うんですけど、ここでもやっぱりおすすめのシャッタースピードっていうのがあって、これも自然光で撮っていた時と一緒で125分の1秒、125分の1秒に設定しておけば、最近の一眼レフのカメラだったら必ず全開でいられるタイミングがあります。これより遅くしてって60分の1秒とか30分の1秒にしていっても構わないんですけど、どっちにしても全開でいるタイミングでフラッシュの光が当たるので、これより遅くても写真の明るさはもう変わりません。ストロボの場合はストロボの写真っていうのは真っ暗いところで撮っても光ってるタイミングでシャッターが開けばそこで写真が写るので、シャッタースピードが速いとか遅いとかっていうのが関係なくなってくるんですね。なので今の一眼レフのカメラだったら125分の1秒に設定しておけば大体は全開でいることができるので、そこのタイミングで光が当たれば写真が写るっていう仕組みになっています。なのでまずシャッタースピード、ストロボで撮るときは125分の1秒に設定してみてください。で次に ISO 感度ですね。 ISO 感度、ISO 感度ですが、これは自然光のときはその場の明るさによって ISO 感度を最後に調節しましょうっていう話があったんですけども、ストロボの場合は
自分でストロボの明るさを調節することができるんですね。自然光の太陽光とか今光っている部屋の中の蛍光灯の明かりっていうのは明るさを調節することができないので、ISO感度を最後に調節して明るさを決めましょうって話をしていたんですが、ストロボで撮影する場合はストロボの強さっていうのは後ろのダイヤルで自分の好きな明るさに調節することができます。なので結局は ISO 感度っていうのは低ければ低いほど綺麗、感度が高くなれば高くなるほどザラザラしてしまうっていう特性があるので、一番綺麗な設定で撮ってあげればいいっていうことなんですね。なのでストロボの場合は ISO 感度はもう最初に100に設定してしまうことができます。自然光で撮ってると少し順番が違うんですけど、シャッタースピードと ISO 感度っていうのは先に決めて、もうここから動かさない、そして自分の撮りたい絞りですね、絞りに関してはここをいくつにするかっていうのはその時その時で好みで自分でイメージに合わせて設定してください。なので絞りを絞ってくっきり撮ろうかなとか、少し開けてふんわり撮ろうかなっていう絞りを自分で自由に決めることができます。シャッタースピードはもう動かさない、感度は100で動かさない、絞りは自分の好きなイメージで撮れる、ここまで来て最後に何を調節するかっていうと、もうここの部分は先に決めて、調節するところはストロボの後ろのダイヤルで明るさ、光っている明るさを決めるだけで写真が撮れます。次回の動画では実際にストロボを見ながら、そのストロボがどういうふうにできているのか、どういう操作をするのかっていうところを見ていきたいと思います。はい、ありがとうございました。